はようございます。今日は去年とか 2,3 年前にはよく来ていた天然河川のある最上流部に来ています。実はこの川ですね、去年の6月だか7月ぐらいに1回このずっと下流の、入景ポイントよりも下の方でですね、道路が台風の時の土砂災害、土砂崩れで道路が崩落してしまって、結構この辺りよく崩落しやすいんですけども、でその関係で去年からずっと、交通規制をしていまして、で、本当に限られた時間しか入ることができません。一応日曜日は工事とかやってないんですけど、日曜日以外だとそうですね、朝8時からお昼の12時で、工事が昼休憩を挟んでまた1時から夕方の5時まで規制されていて、私たち一般の人が出入りできるのは本当に早朝、8時までの早朝とで、夕方5時以降、あとお昼の12時だけという感じですね。で、そういった工事の関係もあって今年はですね、このずっと下流の方だと制御放流を毎年行っているんですけど、今年は制御放流上の方はやりませんという連絡がありまして、逆に言うとこっちの最上流部の方は、釣り人がかなり、入りにくいし、制御放流もいないしってことで、そもそもの釣り人の出入りが少ないかなと思って、反応がフレッシュでいいんじゃないのかなと思ってきました。なので今日はタイムアタックということで、午前中のうちにどれだけ魚を釣れるか、そして、12時の工事が止まってる時に無事家に帰れるのかどうかということでね、ちょっと私そういうキャラじゃないんですけど、 YouTube の企画っぽいことやってみようかと思います。楽しみですね。かなりここ最近気温が高くなったので、ちょっとドライで出したいですね。はい、今日はこちらのエルクヘアアカディスの14番かなを投げていきます。これはフライをやらない方のためにご説明すると、この上にもしゃもしゃついているウイングの毛はですね、エルクヘア、これエルクヘアカディスっていうふうに言うんですけど、エルクヘアというのはこのエルクは、ヘラジカですね、ヘラジカのボディのちょっとゴワゴワした毛を使っています。これすごく浮力が高くて、しかも白っぽいので、すごい魚から見ても、白色ってすごい目立つんですよね。だからすごいファジーな、特定の何かの虫を模しているというよりかすごく気になっちゃうみたいな感じで、浮くし目立つしよく釣れるということで、結構これを、パイロットフライとして使う人が多いですね。私もこれ大好きで、困ったらこれ投げてますけど、すごいよく釣れますし、ティッシュで濡れたらね、拭き取ってで、ドライシェイクっていう浮力を補充する粉をつけるとすごいよく浮いてくれるのでね、とっても使いやすいです。じゃあよろしくお願いします。ここはね、本当に源流域っていう感じで、本当に区間としては短いんですけど、その本当に限られた区間の中でちょっと一つの生態系が完成してるので、すごい生命のたくましさを感じますね。あそこいることが多いんですよね。走られた。逃げられた。気づかれたね。
ちっちゃいのいました。そこがいつも出るけど乗らない、もしかしたら魚が小さい場所かも。一応狙ってみます。やった。はい、見てください、出ました。まあまあですよね。天然の本当に放流されてない沢にしては一
15センチぐらいかな。毛針はですね、去年山で取ったゼンマイがあったんですけど、そのゼンマイの産毛でちょっと毛針を巻いてみて、それで釣れました。すごい小さくても元気、やったやった。はい、2匹目のアマゴ出ました。綺麗ですね。主線がちょっと大きめ、側線に沿って点が乗ってる。ヒレも美しくて、まあサイズはそんなに大きくないですけど、まあ天然の触って大体このぐらいなのでね、いいんじゃないでしょうか。わあ嬉しい。このゼンマイの毛いいですね。よく釣れます。ちっちゃ。はい、ここから上はですね、もっとさらに水が少なくなるので、ここら辺で引き上げます。まあたまにね、17センチ以上のそこそこいいサイズが出ることあるんですけど、今回は出なかったですけど、かなりやっぱり毛針に対して反応がフレッシュで楽しかったですね。ドライフライやっぱ出なかったですよね。まだちょっと時期が早いのかな。なんかね、かなり地形が変わってましたね。最後に 1,2 箇所もっとやれる場所があったはずなんですけど、なくて、それこそ去年大雨洪水で土砂崩れがあった時に、いろんな道が崩落したりとかした時に、結構縁の形とかも変わっちゃったのかな。なかなかそうなってくると難しいですね。あ、ほらここも沢になってる。こんなのなかったですよ。どんどん地形が変わってるんですね。そうなると魚が安心して成長するにはちょっと微妙な感じですね。水の量も少なくて、ちょくちょく地形が変わっちゃうと、3年4年っていう単位でアマゴは大きくなるので難しいのかな。